はい、どうもやってまいりました。前田高校のクラフト万歳ギターチャレ23日目でございます。はい、今日は土曜日でございます。今日はね、朝から、おはげきがね、ありましてね、9時半からか、はい、ライフマストゴーオンやりましたね。今年一発目、なんかすっごい、動きましたね。楽しかった。めちゃめちゃ動いたな。普段とはちょっと違う感じで、なんかハッスルした感じの本番でした。とても楽しかったです。で、その後、もうすぐにスタジオに戻り、またね、明日子供たちがコンテストなんですよ。だからそのコンテストの、チームね、子供たちのチームを見てあげるということで、しかも2チーム見て、2連続で見てね、見てあげたわけです。で、その後スタジオのレッスン、体操のクラスがあったんでね、子供たち体操を見てあげて、今ね、やっとようやく自分の家に帰ってきてギターがやれるわけです。大変だったんですけれども、やっぱね、こういう時こそね、元気に頑張りましょうということで、早速アップしていきましょう。ずっと2弦を触っちゃう。あー、まだまだだな。
せーの。ちょっと練習してたあのギャロップ奏法、これのまたをねお見本動画があるので、ちょっとそれを見てやりたいと思うんですけど、最初からすごいんですよこの動画。はい、どうもこんにちは。すごいですよ。はい、どうも。いやいやいや。ズンタンズタズタ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 。ツンタンツタツタツンタンツタツタ。一回もできない。違う、まず握りが違うんだ。こうやって握ってるんだ。全然ダメだ。いやいや、ちょっと待って、これはこれなんです。でもこれも実はここをちゃんと押さえて、今端折って中指なくしてやってるんですよね。もう一回最後に確認しますね。最初 Am7 でドンチャンファスタやって、次は D7 でドンチャン、次 G7 でドンチャンで E7 ファスタ Am7 で D7 チャンチャラシドラソミラソミレレドラソドラソメレドレメミソラソドチャチャシクスナイ。このね、ここからのここがね、まずもうなんか、おー、ちょっとできた。おー、できた。あれできた、急にできた。あ、できた。あれ、ちょっとね、今ギャロップ奏法がね、少しだけなんかね、おーって思う瞬間があったんですけど、やっぱまだまだだったんで、これはまた、日々やっていきたいと思ってますけど、ちょっと今日もう一個ね、新しいのをね、やってみたいなと思って、
また高純先生です。高純先生のやつのリズムギター塾っていうやつですね。2弦ロックセリフでこういう音がするんですけど、まず1個目のコードこれですね。A メロから教えていきます。本当はちょっと寝てて、こうやって始まるんですけど、今日教えるのこれですあーやりたい、これはやりたいんです。それの1個目が C シャープマイナーナインズ、まずこれ覚えましたかね。で次はこれ F シャープサーティーンズですね。 F シャープセブン、まあサーティーンズ、人差し指で6弦の2フレット、 フレットで中指で5弦はこの人差し指の腹でミュートするんですけど、で中指は4弦の2フレット、で薬指を3弦の3フレットで小指を2弦の4フレットで5弦は弾かないで、右手の親指6弦で人差し指が4弦、中指3弦、薬指2弦。そうするとこういうこの音しますね。さっきのと連続でやるとこうやって、こうみたいな、ちょっとおしゃれな感じしますね。おしゃれだけど釣りそう。ここ釣りそう。次がここ F シャープマイナー7オン B ってよく言われてるんですけど、自分はもう勝手に A オン B って思ってるんですけど、普通に押さえるローコードの A ってあるじゃないですか。2,3,4 弦の2フレット押さえるやつ、この A を人差し指で全部押さえます。はい。お手洗いますよね。それをさらに5弦まで2フレット押さえれますか。そうするとこうなります。5,4,3,2 弦の2フレットを人差し指で全部押さえる。で、それぞれを右手でこう弾く。これが A オン B、F シャープマイナー7オン B ですね。これ3つ目のコード。C シャープマイナーナインスやって、で次 F シャープのサーティンスやって、次、F シャープマイナーセブンオン B で次 E ですね。はい、コード大丈夫ですかね。コードできましたよね。じゃあそしたら今度弾き方やっていきます。じゃあまず最初 C シャープマイナーナインス押さえてもらって、右手の親指だけ弾く。これドゥードゥーって言います。でドゥーで残りの人差し指から薬指は今回もトリオってやりますね。で、ドゥージャ、ドゥージャ、言ってみてください。ドゥージャ、ドゥージャ、ドゥージャ、ドゥージャって言いながら親指ドゥ、でトリオでジャ、ドゥージャ、ドゥージャ、これ簡単ですよね。ニューロ比較、早いしお得。なんかいけそうな気がする。次ドゥージャツ、ドゥージャツ、でツーの時にもうドゥージャツ、次に全部また弾けるようにスタンバっとく、この形に戻ってきてください。ドゥージャツってやった時にはもう次親指が5弦弾ける状態で、トリオも 2,3,4 弦弾ける状態の形に戻ってくる。ドゥージャツの時点でもうこのホームポジションみたいな感じでこのポジションに戻ってくる。ドゥージャツってやったら今度カ、ドゥージャツカ、ドゥージャツってやった状態で人差し指だけこう弾く。ドゥージャツカ、ドゥージャツカ、いきますか。ドゥージャツカ、親指トリオツ置いて人差し指、これドゥージャツカってやったらドゥージャツカドゥ、ドゥージャツカドゥ、もう一回ドゥです。ドゥージャツカまでやったら今親指と薬指と中指がまだついてる状態なんですけど、親指だけドゥ、ドゥージャツカドゥ、ドゥージャツカドゥ、できますかね。でその後ジャージャ、トリオでジャージャ、ドゥージャツカドゥジャージャ、できます。ドゥージャツカドゥジャージャ、おい、ドゥージャツカドゥ、ドゥージャツカ、ドゥージャツカドゥジャージャ、おう、ドゥージャツカドゥジャージャ、ドゥージャツカドゥジャージャ、おい、ドゥージャツカドゥジャ、ドゥージャツカドゥジャージャ、ドゥージャツカドゥジャージャ、決めました。はい、
サドゥジャージャン。もう一回だけやりますね。ドゥジャンガドゥジャージャン。ここまでできますよね。そしたら今度はツ、ドゥジャツガドゥジャージャツで、今度のツの時は次弾くのが6弦弾きたいんですよ。なので、はい、ドゥジャツガドゥジャージャツで次もう6弦弾けるぜ俺みたいな状態にスタンプ貼っといてもらっていいですか。はい、ドゥジャツガドゥジャージャツってやったら、今度ベース音を入れます。今やらそうとしてるのはここですね、っていうところのドゥジャツガドゥツダビ。これじゃあセリフはツダビ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 ドゥツダビドゥってできますかね。ツダビまでがあの C シャープマイナーナインスのフレーズで、ツタビドゥからここはもうコード変わっちゃってるんですけど、一応ツタビドゥまで連続で押しましょうね。ツタビドゥツっておいてダーっていうのが6弦の4フレット弾く、ダービーが3フレット、ツタビドゥで6弦の2フレットまで下がってくる。すいません駆け足で教えてるけど大丈夫ですかね。わかんない人は戻ってみてください。ドゥジャツカドゥジャージャツタビドゥ、はい OK ですかね。ここできたらドゥジャツタドゥジャツカドゥドゥジャツ、あれこれ人差し指か、ちょっと戻ります。ダドゥジャージャツダビドゥ、はい OK ですかね。あー中指ここです。だからドゥジャツドゥジャツカドゥジャージャツですね。せーの、ドゥジャツカドゥジャージャツ、できた。一応できました。ドゥジャツチャドゥジャツカドゥジャージャツ、はい、だらドゥジャツカドゥジャージャツタリーってなると、今度はもう F シャープの13さんに行く準備、 F シャープ7の13に行く準備なんですけど、あの人差し指このこうやってベースを押さえたまま残りの指をパッて押さえる、中指が4弦2フレット、薬指が3弦3フレット、小指が2弦の4フレットで押さえたらまたドゥー、今ツダビドゥーってきたじゃないですか。また同じセリフなんですよ。ツダビドゥーじゃつかドゥジャージャドゥジャツカドゥジャージャ、基本的にこのドゥジャツカドゥジャージャツドゥジャツカドゥジャージャツ、はあ、マジつる、一応ガビガビ言ってるけど、いいんじゃないですかこれ。ほらできてきた。あ嬉しい。ほら。ってことですよね。っていう言葉で全部フレーズ成り立ってて、その途中途中をベース音でツタビドゥツタビドゥツタビって言葉でつなげてるって感じですね。ドゥジャツカドゥジャージャツっていうのをツタビドゥジャツカドゥジャージャツダビドゥジャツカドゥジャージャツ、thank you.
やばい、超嬉しい。ダビドゥジャツカドゥジャージャツで簡単です。ドゥジャツカドゥジャージャツっていうのをダビドゥジャツカドゥジャージャツダビドゥジャツカドゥF シャープの、サーディスに行くときはスタービーブー、ここの6弦の432っていう形でレースをつなげていく。ドゥジャツカドジャージャツダビドゥジャツカドジャージャ、また同じようなリズムでここをやって、今度はスタービーっていうのがつっておいて5弦の01でスタービーで、次の、F シャープマイナー7オン B にこうやってみる。大丈夫ですかね。もう一回やりますよ。ドゥジャツカドゥジャー、ハイベースでアプローチこう来て、でツダビー、ここが変わった。ドゥジャージャツダビーで、最後の E に行くところはツダビー、6弦の21でアプローチしていく。ツダビードゥアプローチって何かって言ったら、E のベース音に行きやすくするための階段っていうか、まあ架け橋みたいなのを作ってるっていうんですね。ダービードゥーってこうダービードゥーって言ったら、なんかその音に行きそうじゃないですか。それアプローチって言うんですけど、ダービードゥージャツカドゥジャージャ、ここまでできますかね。楽しい、これは楽しい、マジでやばい。ドゥージャツカドゥジャージャツブダビ、ブダビ、最後いつもはツタビってやってたんですけど、最後だけいいから、また次の C シャープマイナーナイン行く時だけブダビ、ブダビにしましょう。ブダビ、6弦の4フレット、ブダビで5弦の23、これはブダビ、ブダビですね。ちょちょちょ、もう一回。で5弦の23、これはブーダービー、ブーダービーですね。やりながら考えてるみたいなとこあるんですいません。ブーダービー、ブージャッカ、ブーダーで4フレット、ブーダーで5弦だけブダビ、ブダビにしましょう。ブーダービですか、ブダビーは親指ですか。6弦の4フレット、ブダーで5弦の23、これはブダービー、ブダービー。分かった、こっから流すんだ。これ当てんの、これ当ててた。ここ中指にしとかないとで入れないから、ブーダービー、はい、ブーダービー。やりながら考えてるみたいなとこあるんですいません。ブーダービー、ドゥジャツカドゥジャージャツダビ、ドゥジャツカドゥジャージャツダビ、ドゥジャツカドゥジャージャツダビ、ドゥジャツカドゥジャージャ、ここだけツダビじゃなくてブーダービー、ブーダービー、ブーダービーでまた最初に戻る。
か今こうなってると思うんですよ。ズッジャンカズジャンカなんで。いろいろ試してみてください。めっちゃわかった。これはね、練習します。これはまずやれるようになりたいですね。これ頑張ろう。さあ最後はね、猫弾いて終わりましょう。猫の練習して終わります。だけどもそうは悲しみよな、したってうざいほど、まあ、バリバリンバリンバリンしちゃうんですよね。だけどもそうは悲しみよな、したってうざいほどよな、痛いよなんて変わっちゃう、ページまで読めも読みないこれ頭から出ないんだな音が。全部バリンバリンしてる。
感想ね、感想です。今感想が問題です。なえなさめてほしい、なぐ君が亡くなった日もこのどうしようもないけど心と体が喧嘩して頼りない僕は寝顔で猫になったんだろうな君は。ここをミュートにするかどうするかが悩んでます。なんかジャンツジャンツってやればいいのか、何がかっこいいかなって今探ってるところです。まだまだですね。コードチェンジがやっぱりうまくいかない。ここが気になっちゃうと歌もなんか集中できないし、なんかどっちつかずみたいな感じになっちゃうんで、今のほんと課題です。やっぱりこのコードチェンジの、このコードチェンジのね、頭がちゃんと出ない。変えた時の1個目の音がちゃんと出ないっていうのが今の悩みです。今月末にはね、1回目のチャレンジ頑張ってみたいと思いますので、なんとかそこまでには間に合わせます。というわけでまた明日も練習したいと思います。ありがとうございました。また明日。